マツダズームズームスタジアム広島には大観衆が詰めかけています。広島東洋カープ対阪神タイガースの一戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、今日はエース対決です。バッターとしてもモチベーションやはり上がるんでしょうか。いや、もう当然上がりますよね。負けられない一戦ですから、とにかく気持ちを高めて集中力を持って戦っていると思います。そうですよね。非常にファン、さあ西さん、ここは期待に応えたいですね。うん、そうですね。まずは何としても同点に持ち込みたいですよね。そうですよね。ここはぜひ決めておきたい。初球は何で来るか。初球から打っていった、大きな打球だ、綺麗に破っていった。バッターランナーは二塁到達。カープピンチになりました。さあ、そして打席には鳥谷が入ります。さあ、一打逆転となるピンチを迎えています。まあ、ここはキャッチャーのリードを信じて自分の投球をしてほしいですね。なるほど、そうですね。センターへ、ワンバウンドヒットになった。ホームに送球、サードランナーホームイン、タイガース同点、2対2。カープ、なおも三塁一塁のピンチ。振り出しに戻されましたね。さあ、この場面で打席には2番の近本が入っています。まず何を投げてくるか。また初球、これは大きな打球、右中間を深々と破るヒットになりました。サードランナーがホームに帰っていきました。バッターランナーは二塁到達。タイガース勝ち越しました。3対2。カープ、さらに三塁二塁のピンチが続きます。カープ、痛い敗戦となってしまいました。西さん、結局最後まで投打が噛み合わないままゲームセットになってしまいましたね。まあ流れとしてはね、悪くないんですけどもね、もうちょっと打線がね、頑張ってほしいなと思いますけどもね。明日以降ぜひそのあたり期待したいところです。勝ったタイガース、接戦をものにしました。一方のカープですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはカープ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでマツダズームズームスタジアム広島から失礼いたします。